ハンブルクの倉庫街とチリハウスを含む商館街はドイツの世界遺産の一つであり、ハンブルクが世界屈指の国際商業都市として急成長を遂げた19世紀後半から20世紀初頭の様子を伝える倉庫街と商館街を対象としている。登録名にあるように、校舎にはフリッツ・ヘーガーによる表現主義建築の傑作チリハウスが含まれる。 ハンブルクはかつてハンザ同盟の主要都市として栄えた。しかしながら現代のハンブルクの街並みにはその頃の面影は乏しい。その一因は大日鳥がが元となったハンブルク大化による消失である。17世紀以降、ハンザ同盟は衰退に向かった。しかし18世紀以降のハンブルクはアメリカ合衆国の独立やラテンアメリカ諸国の 相次ぐ独立に後押しされ、ハンブルクアメリカ優先会社が急成長を遂げたことをはじめ、経済的に最盛期を迎えた。1890年頃の失敗ヒャーシタとハンブルクは、中世以来、経済的独立性を保ち、ドイツ関税同盟が成立した後も加わることはなかったが、1871年のドイツ帝国成立で情勢が変化した。 首相オットフォン・ビスマルクがハンブルクをドイツ関税同盟に組み込むことを決め、その旨を1880年に通告したのである。それに対し、ハンブルクの承認団はビスマルクと交渉し、自由構築は残すことと1881年から1888年を移行期間とした上での加入とすることを承認させた。ハンブルクはこの移行期間中に、 ハンブルク港を整備したが、その際には2万人以上の住民を立ち退かせ、既存の建物もことごとく撤去し、全く新しい港へと生まれ変わらせた。世界遺産に登録されたシュパイ・ヒャーシュタットの倉庫軍も、この時に形成され始めたのである。ビスマルクとの合意通り、1888年には、関税同盟に加入し、ハンブルク港に自由港が改めて公式に開かれた。 19世紀前半に5万人に過ぎなかった人口も急増し、20世紀初頭のハンブルグは100万都市となった。さて、その頃、すなわち1896年から1913年の世界経済はというと、重化学工業を中心に工業生産が急進しており、1873年からでは実に約4倍の伸びを見せていた。それに伴い、 世界の貿易総額は第一次産品も第二次産品も約3倍に成長しており、ドイツはその中にあって世界2位の貿易額を占めていた。ドイツの場合、貿易の成長は工業発展に裏打ちされており、イギリスがなおも繊維品が主位を占めていたのと異なり、鉄鋼を皮切りに重化学工業の品々が輸出の4割近くを占め、その7割以上が 欧州市場向けとなっていた。他方で輸入はアメリカ合衆国やアルゼンチンなどをはじめとする国々からの工業原料や食料品が主であった。このような環境の中、第一次世界大戦直前にはハンブルクアメリカ優先会社は海運会社として世界最大となり、第二次世界大戦前には国際貿易港としてのハンブルクは世界4位にまで成長していた。 第二次世界大戦で半分以上が破壊されたものの、その後再建され、現代のハンブルクはドイツ最大の貿易港であるとともに、2010年代半ばにはロッテルダム港に次ぐ欧州第二位の貿易港の地位を占めている。2017年に G20 首脳会議会最地となった際には、歴史的に自由貿易を象徴する都市として、 反保護主義のメッセージを発するのに公的な場所などと言われた。世界遺産登録範囲及び干渉地域世界遺産の登録対象は19世紀後半から20世紀初期にそれまであった建物群を取り壊して新たに形成された街区である。その時期は前述のように国際的にも貿易が急成長していた時期と重なっており、そのような国際貿易の急成長が 都市計画にもたらした影響を伝えるものとして評価されたのである。上空から見たシュパイヒャーシュタットシュパイヒャーシュタットはエルベ川の中洲に19世紀以降発達した倉庫の立ち並ぶ地区である。自由港に形成された倉庫群で19世紀末の時点では倉庫外として世界最大規模だった。その延べ床面積30万平方メートルはまとまった。 倉庫軍の規模としては、現代においても、世界最大級である。シュパイ・ハーシュタットは、ドイツ関税同盟に組み込まれる前の移行期間中に、建てられ始めた。1881年に持ち上がった計画が、1883年に、ビスマルクの許可を得た後、1885年設立の、ハンブルク自由構倉庫建築組合によって、実現した。その実現に、 大きな影響力を持ったのが1872年にハンブルク建設局の主任技師に就任したフランツ・アンドレアス・マイヤーである。マイヤーはハンブルク出身だがハノーファーで建築を学んだため歴史主義建築の中でも当時ハノーファー派と呼ばれたレンガ作りのネオゴシック様式の影響を強く受けた。その結果出来上がった。 ネオゴシック様式の倉庫群の重厚な外観などは、城に例えられることもある。その倉庫群は、レンガ作りの7階建てで、上部には、軒蛇腹、階段状の張り出し切り妻といった、装飾要素がいくらか存在する。倉庫はいくつもの区画に分けられており、その建築は1885年から1927年まで、以下の3段階に分けられる。なお、ブロック A、B、 C, J, K, M 及び O の頭部は第二次世界大戦時に全開しており、そのうちいくつかの再建されなかったブロックは世界遺産の対象からは除外されている。倉庫群は関税運河などに面しており、船から直接荷上げできるようになっている。荷上げする際には屋根から下がる滑車を利用したが、その中には世界遺産登録時点でも稼働しているものもある。 19世紀の主な取扱い商品はタバコ、キート、香料などで、特にカカオ豆、コーヒー、絨毯の取扱い量は世界最大だったとされる。自由構築が形成された当初は、居住に使うことは認められていなかったが、このルールは1997年に改正された。一体は大規模なウォーターフロント再開発の一端として、いわゆる ハーフェンシティに含まれているが、シュパイヒャーしたとは可能な限り、修復、保存する方針が採用された。ただ、宣言協定の広まりに伴って自由行としての意義が薄れた結果、使用されなくなった倉庫の中には、IT 企業などが入って再利用している事例もある。世界遺産には、当時の姿を留める15のブロックと、関連する6つの旧施設、すなわち旧ボイラー棟、 旧中央動力旨、旧コーヒー取引所、旧友人火災放置旨、旧巻き上げ機操縦士旨、旧税関が含まれる。上空から見たコントーアハウス地区。画像左側にあるのがチリハウス。コントーアハウス地区はシュパイヒャーシュタットに隣接するオフィスビル街である。19世紀後半から20世紀初頭に形成された一連のオフィスビルはコントーアハウスと呼ばれ。 日本では召喚などと訳出される。それらは倉庫外の形成と急速な経済発展に対応して求められるようになったものだが19世紀末から20世紀初頭にかけてドイツで見られた国境保護運動及びそれに基づく国境保護建築、国境様式の影響を受けた。それらの運動や様式は工業化や合理主義化への反動という側面を持ちアイデンティティを 伝統の中に求めることを思考していたので、ハンブルクにおいても北ドイツの伝統的様式が再評価された。そして、ハンブルクにおいて、どのような召喚が望ましいかという議論になった際には、シカゴ流の合理性最優先の構想建築は拒絶され、歴史的価値や建築的価値を尊重する観点から、7階建てから11階建てまでとすることが決められた。 この紹介建築の躯体は、鉄骨鉄筋コンクリート構造で作られていた。外装材は、19世紀末の時点までは、主に漆喰により、ネオルネッサンス様式の仕上げが採用されていたが、故郷保護運動のイデオロギーにより、故郷性が重視され、北、ドイツでの伝統的素材であるレンガが注目された。もともと北、ドイツでは、石材の調達が難しいこともあり、 12世紀頃から、レンガ建築が広まっていたのである。19世紀末以降、レンガの中でも、色彩、高度、耐候性に優れたクリンカーレンガが普及したことも、これを後押しした。ハンブルクの故郷保護運動の中心人物は、ハンブルク美術館館長のアルフレートに人バルクで、その理念の下で建築を進めたのが、ハンブルク市建築管理長官、アルバート・エルベであった。 レンガの召喚建築では当初彼らの影響が大きかったが大きな活気となったのはフリッツ・シューマッハーであった。1909年にハンブルクの都市建築士官として招かれたシューマッハーはブレーメン出身でドレスデン工科大学教授となった後ドイツ工作連盟結成にも参加した。シューマッハーはハンブルクに招聘された後その地の伝統の影響を受け 建材にレンガを取り入れるようになり、急勾配の屋根、三角形の妻壁の強調、白い格子状の窓の建具などの伝統を尊重した様式を採用した。のみならず、後にはハンブルクで確立した様式を積極的に他の地域にも広めていくようになった。シューマッハーはその著書、現代レンガ建築の本質で自然と人間の統一を思向し、 それを具現する材質としてのレンガの特性と優位性等を詳しく論じた。しかし、レンガが伝統的な建材だからといって、ハノーファー派のような過去の様式への回帰は拒絶し、レンガを駆使した表現主義建築という新たな様式が発展する基盤となった。このシューマッハーの影響により、ヘルマン・ディステル、ゲルソン兄弟、フリッツ・ヘーガーよびその弟ヘルマン・ヘーガーなどが、 レンガによる召喚建築を手掛けていった。その中でも最高傑作とされるのがチリハウスだが、これは次節に別記する。他の召喚建築としては、7階建てのミラマールハウス、10階建てのメースベルクホーフ、9階建てのモンタンホーフ、8階建て、及び9階建てのシュプリンケンホーフなどがある。北ドイツ表現主義建築について、博士論文をまとめた。 長谷川明は、これらを手掛けた表現主義建築家たちの共通点をギザギザの形態の多様、クリスタルや星形のモチーフ、三角形の窓、柱、プラン、レンガの多様、外観の垂直性の強調、平滑な壁面のテキスタイル上の装飾、セラミックの彫刻、白い梯子状の山の窓とまとめ、ベルリンなどの表現主義建築にも共通する要素と、 北ドイツの伝統的な要素との融合が見られるとした。チリハウス上空から見た、チリハウス。中庭を横一文字に区切る建物の下に道路があり、当初はそこで2分される予定だった。ドイツの表現主義建築はいくつかの傾向に分けることができ、その一つに北ドイツの伝統的な建材であるレンガを使った造形があった。そうしたレンガを駆使した。 表現主義建築をよく体現しているのが、フリッツ・ヘイガーの代表作、チリハウスである。1922年着工、1924年4月、竣工。面積5,950平方メートル、延べ床面積3万6000平方メートル。10階建てで、中はテナントが自由に利用しやすいように、垂直の導線を中央に集め、仕切り壁などは設けなかった。 チリハウスの名は、チリ小石の取り扱いで財を築いた、ハンブルクの富豪ヘンリー・ブラレンス・スローマンに由来する。チリハウスが建っているのは二つの街路に挟まれた肉角である。一帯にもともとあった建物群は、1892年のコレラ流行の後に取り壊された。死は新たに召喚を建てることに決めたが、その用地を競売で取得したのが、スローマンであった。スローマンは、 当初、知人の会社経営者を通じて建築家を選定する予定だったが、そこに自ら売り込みをかけたのがヘイガーであり、その提案をスローマンが受け入れて依頼することとなった。2区画の間には道路が通っているため、当初の建築案では2棟に分かれるデザインだったが、反対した地元議員をヘイガーが説得し、道路をまたぐ一体的な建物へと変更した。 それにより、200メートルにわたる長大なファサードが実現したのである。チリハウスもコンクリート構造の建物ではあるが、外装材にはレンガが用いられた。ヘイガーは自然や風土と一体化する建築を目指し、それを体現するものとしてレンガを評価し、建築の宝石と称えていた。他方で当時広まりつつあったインターナショナルスタイルには強い嫌悪感を表明していた。 チリハウスにおけるレンガは構造の重量を支える必要がない分、ヘイガーは自由なデザインでもって貼り付けていった。その数は実に480万個にもなるという。チリハウスといえば、その東端の鋭いファサードに特色があるが、元々の設計には存在していなかった。その形は、ヘイガーが途中で計画を変更して追加し、スローマントの議論を経て確定したものである。 それはしばしば船のへさきにも例えられるが、そのダイナミックさは他の表現主義建築にも先例がなく、ハンブルクにとどまらず、ベルリンの表現主義建築にまで影響を与えたと、される。カール・ベルマンは、チリハウスについて、新しい造形の基盤を大きな召喚建築のために見出したと評価したが、それにとどまらず、文学界でも、ルドルフ・ジー・ヴィンディングが激賞するなど、 広範な反響を引き起こした。この物件が最初に世界遺産の暫定リストに記載されたのは1999年9月20日のことだったが、その時点で対象となっていたのはチリハウスのみであり、コントアハウス地区や出版ヒャーシュタットにまで拡大されたのは2007年2月1日のことだった。その正式な推薦は2014年1月23日に行われた。 比較研究の対象となったのは、海場都市リバプールのほか、世界遺産になっていないロッテルダム、ニューヨーク、リオデジャネイロなどの世界各国の港町などで、日本からは横浜赤レンガ倉庫が比較対象となった。ドイツ当局は、当初、世界遺産の登録基準のうちに該当するものとして推薦していた。しかしながら、アイコモスの韓国では、 否定的な指摘が相次いだ。まず、創造的才能に適用される基準は、チリハウスの周逸さと結びつけられていた。しかし、アイコモスは、確かに、チリハウス団体としてならば、建築学に関する各種文献でも参照されており、適用できる可能性があるとしつつも、その証明が不十分であり、また、倉庫外やビジネス外全体として見た場合には、 該当しないとして退りけた。建築や技術の交流に適用される基準は国際貿易の急成長に合わせた機能集約的な都市設計などと結びつけられていたが、アイコモスは機能の集約自体は他の都市でも見られるものであって、その見本としての価値を持つことの証明がなされていないとして退りけた。文明や 文化的伝統などに関する基準は、ハンザ同盟の港町としての伝統と結びつけられたが、アイコモスは整備された地区が、ハンブルク限定のものであって、文化的伝統や文明というには、限定的に過ぎるとして知り添けた。しかし、人類の重要な時代と結びつく、建造物群などに適用される基準のみは、ドイツ当局が推薦後に提出した、追加情報も踏まえて当てはまることを認め、 その基準のみの適用による登録を勧告した。2015年の第39回世界遺産委員会の審議では委員国からも賛成意見が相次ぎ問題なく登録が認められた。ただし、干渉地域については拡大すべきことなどが進められた。上述の通り、この物件は当初表現主義の傑作であるチリハウスを単独で推薦するものであったが、 アイコモスの評価の重点はそこになかった。そのアイコモスの登録勧告では、登録名からチリハウスを除外し、シュパイ・ヒャー・シュタットとコントーア・ハウス地区と単純化することも勧められていた。しかし、委員会審議では、委員国トルコの反対意見が支持され、登録名称の変更は行われなかった。その結果、この世界遺産の正式登録名は、英語。 スプシャースタットコンターハウスディストリクトウィズ、チャイルハウス及び、フランス語、ラスプシャースタット・イルクアルティエ・コンターハウス・アベックラ、チャイルハウスとなった。その日本語名は、ドイツ語部分を日本語に直すかどうかも含め、以下のような揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。